伊藤総一郎は、日本の政治家。衆議院議員を13期務め、在任中には、科学技術庁長官、防衛庁長官や、衆議院議長などを歴任した。宮城県名誉県民。宮城県上郡中新田城で、呉服屋を営む父、総太郎と、母、時の長男として生まれた。宮城県古川高等学校、旧制第二高等学校を経て、 1947年、東北大学法学部卒業。高校在学中に太平洋戦争が勃発。大学在学中には一年間軍務について陸軍将尉に任官されていた。旭化政副社長の今野英樹とは、旧制古川中学の同級生。その後は政治家となることを志して、読売新聞に入社、政治部記者となった。政治部の上司には、 当時、同部次長で後に、政治評論家となる、宮崎義正がいた。1956年、第1回ビソ漁業交渉の報道特派員となり、当時の農林水産大臣、河野一郎に同行して、約1ヶ月間モスクワに滞在した。この間に、伊藤は、政治家にならんという決意を新たにした。1960年、衆議院議員選挙に、旧宮城一区から立候補。 自ら、東北のケネディと名乗って初当選し、36歳で、衆議院議員に就任した。以後、通算13回当選して38年間の議員生活となったが、落選も一度経験している。自由民主党では、当初行の派に属し、河野の死後には三木派川本派高村派に所属した。1981年の防衛庁長官、就任時は、 男子の本会と喜びを表し、自衛隊員の士気を高めるとともに、平和の大切さを国民に訴えることになった。1987年からの科学技術庁、長官時代には資源エネルギーのない日本がここまで来れたのも科学技術の力だ。これから科学技術をもって世界に貢献しなければならない。として創造的な基礎研究を進行した。 1996年11月には第69代衆議院議長に就任し、2000年6月の衆議院解散まで約3年半にわたって務めた。誠実な人柄と公正さから年金問題や議員定数是正問題などで与野党の主張が激突した際など議長だった伊藤が仲裁して与野党双方が歩み寄ることもあった。議員在任中の2001年。 東京都港区の自宅で死去。死因は心不全とされた。長男に東北福祉大学教授で2009年の総選挙まで宮城4区選出であった伊藤慎太郎元衆議院議員がいる。慎太郎は後継者になるまでに自由民主党宮城4区支部から接収批判が出たため公募で応募して補欠選挙の候補となった。 ABCDEFGHIJK 第153回国会本会議第6号平成13年10月11日ありがとうございます。